今大きな炎を開けて民間の小型ロケットカイロス、しかしこれは発射後すぐに機体が大きな炎を開けてバラバラになり、そして組み立て棟の近くへ落ち、今大きな炎を上げています。先ほど11時1分12秒に打ち上げられた小型ロケットカイロスですが、打ち上げ直後に機体がバラバラになり、そして組み立て棟の近くへと落下しました。今周囲には大きな炎とそして煙が上がっています。先ほど予定していていました時刻11時1分12秒に打ち上げられました民間の小型ロケットカイロスですが、打ち上げ直後に機体がバラバラになり、そして大きな炎を上げながら近くの山へと墜落しました。そして現在もその大きな炎とそして煙が上がっています。